ウォルタールドルフ・ウォルシュは FBI の元エージェント、海兵隊の元射撃教官であり、オリンピックに出場経験のある射撃選手。最終階級は海兵隊大佐。1934年に FBI に入隊し、パブリックエネミーの時代に任務につき、アーサー・バーカーの逮捕やあるブレディの射殺など、様々な注目を引きつけた FBI の事件に関わってきた。 第二次世界大戦の間海兵隊と共に太平洋戦域で任務にあたり一時的に FBI に戻った後1970年代に退職するまで海兵隊の射撃指導官を務めた。注目を引く射撃手であったウォルシュは国内だけでなく FBI 海兵隊隊内で行われる数々の競技大会で優勝し1948年ドンドンオリンピックにも出場した。 90歳まで射撃の賞を受賞し、2000年までオリンピックの射撃選手団のコーチを務めた。FBI 設立100周年の式典で存命する中で最高齢の元エージェントとして認められ、組織自体よりも高齢であると指摘された。聴覚や記憶を失いながらも、103歳の誕生日も健康なままで過ごし、2013年3月には、 最高齢のオリンピック出場経験者となった。ありがとうございます。